お、なんか来ました。なんだなんだ。お、アジじゃね。おはようございます。目指せ釣り上手チャンネルです。今日は11月の25日となっておりまして、ただいま大黒海釣り公園に来ています。冬場の並び方ですね。ここから一番最初先頭で皆さん荷物を置いています。ちょっと今人が来てしまったので、離れた場所に移動してきました。現在5時50分、10分前ぐらいになってきました。人が続々と集まっています。10分前で20番目ぐらいでした。僕もこれから、並んでいきたいと思います。お待たせいたしました。はい、というわけで一旦車に戻ってまいりました。現在6時20分ぐらいです。これからですね、準備をして、とりあえず午前中大黒海釣り施設で釣果を上げた後、今日お昼過ぎぐらいまでやって、その後は臨港パークに行ってみたいと思います。それではまず大黒海釣り施設でシーバスを狙ってみたいと思います。では頑張ってまいります。現在16時あたりです。今ですね、ここ臨海パークに、釣り人さん一っ子一人いないんですけど、釣りしていいのかどうか大丈夫なのかなと思ったんですけど、まあ特に釣り禁止となってないので大丈夫なんだと思います。今ですね、潮がだいぶ満ちておりまして、結構こちらの方に波がジャバジャバとかかっているような状態です。今とりあえずサビキ1本出してますが、もう何本かちょっと出して、頑張って釣果を上げていきたいと思います。それでは頑張りましょう。ああ、お、なんか来ました。なんだなんだ。お、アジじゃね。アジだ、アジが来ました。てってりー、アジが来てくれました。待望の1匹目アジです。はい、アジが、あー、2匹目アジが釣れました。アジでーす。はい、ただいまの時刻が18時30分となりました。今日はですね、 GoPro のメモリーカードを忘れてしまいまして、本当にの2分か3分ぐらいしか撮れる容量がないことに気づき、あまり、撮影ができなかったこととですね、午前中大黒で釣りをしたんですけども、コアマンの VJ28 という、まあ、ルアーなんですが、入手困難なルアーみたいなんですけども、まあ、運よく2つゲットすることができてたんですが、今回その2つともロストしてしまうというかなり残念な結果だったんですけども、まあ、最後アジが一応釣れてくれたので、まあ、終わり良ければ全て良しというところで、本日は
終わりたいと思います。それでは気をつけて帰ります。はい、今回から釣り上手になりたいということで、長考の反省点や振り返りをしていきたいと思います。まずは当期の大黒海釣り施設なんですけども、写真のように5時前の荷物置きは禁止されているので注意が必要です。それと以前の動画でもお伝えしたかもしれませんが、臨港パーク駐車場のご案内写真はこちらです。参考にしてください。今回の反省はまずルアーのロストです。これはルアーを投げた後海底に着地をしたあたりで、すぐに巻いていればよかったものを20秒ほどだったと思うんですけども、放っておいてしまったがために目がかりをしてしまいました。2つ目のロストも同様に投げた後にですね、 PE が少しリールのスプールで絡んでしまっているのを見かけてしまい、それを直そうと少しだけ放ってしまったところを根がかりをしてしまいました。同じミスを2回繰り返してしまった結果、ちょっとレアもののルアーだったんですけども、ロストするような形の結果になってしまいました。今後はですね、いかなる場合でも巻き上げて一度回収してからライントラブルの対処をしていきたいと思います。場所を移動してからなんとかアジ様が来てくれましたが、地合いはとても短いため手返しの効率を測らなければならないんですけども、いつもはこちらのスピード餌付け機を使用しているのですが、三脚にですね、今回取り付けることができず、地面に置いて餌をつけなければならないという不効率があったので、次回までに三脚に固定する方法を考えていきたいと思います。貴重なアジはお刺身でいただきました。ということで、釣り上手になりたいのコーナーでした。次も釣り上手になるために頑張っていきたいと思います。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。